はーい。お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回の話なんですけど、こちらの人のね、話題なんですよね。いただき女子、リリちゃんが、え、初公判だーっていうような話題なんですけど、元光も動画でね、何回か取り上げてきた、いただき女子、リリちゃんっていうね、女性なんですけど、詐欺マニュアルを販売しとかして、稼ぎまくってたわけなんですよね。まあ、実際に自分も詐欺をしてたーっていうことで、 今裁判になってるわけなんですけど、えー、こんな感じで初公判だった ただあまりにも態度がやばすぎるだろうっていうことでね話題にもなってるんですけどただそれ以上に被害総額がやべえぞっていうふうに言われてるんですよね億単位でそしてその億単位をすぐに弁償できるんだったら執行猶予がつくぞというような話みたいなんですけどただもう貯金ゼロだーっていうことが分かっててもう執行猶予 つかなそうだから長期の実験はまるがねねえだろうなっていうことがね言われてるんですよね二十歳前後で人生完全終了してしまうっていうようなそんなね頂き女子リリちゃんの話なんですよねただこの話ねあくまでホストに見ついてたということなんでもしかしたらホストがお、じゃあその3億円出すよって見ついてたホストが本当に愛があるんであればその3億円返してしっこ言つくんじゃねえのか っていうね愛を試すようなそんな展開にもなってるんですよね。しかも実はこのリリちゃん、結婚していたっていうのも、えー、今回初公開されたらしいんで、めっちゃびっくりなんですよね。マジかよって。ということで、ね、まあ、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、ということで、ざっ ゆっくりとね、内容をお話しするんですけど、まあ、こちらのね、動画とか見てもらえたら分かると思うんでね、リンク貼っとこうと思うんですけど、詐欺マニュアルを販売したりして稼ぎまくってたわけなんですよね、この頂き女子、りーちゃんっていうのが。この頂き女子っていうのが、まあ、自分をかわいそうな、えー、女の子だよっていうようなことをね、そのおじさんたちにね、言って、 で,でお金を、えー、くださいみたいなそんな流れで、えー、お金をどんどん騙し取るというような手口だったわけなんですよそしてしかもその手口っていうのをマニュアル化して販売して稼いでるということで詐欺のほ助の罪も、えー、入ってたわけなんですよねそしてさらにその頂き女子リリちゃんが貢いでたホストって っていうのも一緒に逮捕されてるんですよね。まあ、この犯罪行為をホストも知っていたからということで逮捕されてるわけなんですよ。でね、まあ、その頂き女子リリちゃんの初公判だったわけなんですよね。こちらの記事に書いてるんですけど、頂き女子リリちゃんにはベトナム国籍の夫がいたーって初公判の法廷で明らかになった素顔、20歳頃からホストにのめり込むということで、え、夫がいたのしかもベトナム国籍の夫え、どういうことって、それで、 ななんんかか詐欺とかしてホストに見ついてたわけなんですよ意味わかんねえみたいなね話なんですけど、えー、男性から多額の金銭を騙し取った罪などに問われている頂き女子リリちゃんの初公判が開かれました法廷にメガネ姿で現れた住居不定無職の渡辺舞被告25歳裁判で明らかになったことをまとめますということでまず起訴内容とかは、えー、詐欺ほ助の罪ということで2022年6月名古屋 私の21歳の女に恋愛感情を利用して男性から現金を騙し取るための1ヶ月1000万円いただくいただき女子リリちゃんのみんなを稼がせるマニュアルいただき女子の参考書と題するマニュアルを販売したほか2023年2月にはツイッターのスペース機能を使って男性の心をつかむ方法についてアドバイスをしていたっていうねこの詐欺ほ助の罪とあと詐欺の罪実際に自分がやってたと2023年4月から8月にかけ 茨城県の50歳の男性から現金合わせておよそ3850万円を騙し取ったっていう話なんですよね。 まあ今回の初公判では詐欺幇助の罪について審理されたみたいで、いろいろね、えー、情報が上がってきてるわけなんですけど、検察側の冒頭陳述で、えー、高校卒業後専門学校中退とかいろんな情報上がってたんですけど、ベトナム国籍の夫がいるっていうね、今回初めて出てくる情報があったんですよね。え 旦那さんがいるろーって、まあ、衝撃ですよね。そして、ええー、まあ、その、詐欺とかして、ええー、ホストに見ついてたわけなんですよね。しかもその初公判の時、まあ、認めたわけなんですけど、起訴内容。その時の態度がやべえっていうふうにね、言われてるんですよね。こんな感じで報道されてるわけなんですけど、名前はって聞かれたりしたら、渡辺舞です、みたいな感じで言ってたりとか、本当これ。 マジでやばいよねで他にも今決まった住所はありますかってないですみたいなことを言ってたりだとか仕事はしていますかって言って。 マジこれすでまぁ、あ、こんな初公判になったまあ、とりあえずでもね起訴内容は認めてるわけなんですけどじゃあどれぐらいの罰則を受けることになるのかっていうことをね、えー、報道で言われてるわけなんですけどこちらから、えー、こんな感じで言われてて本件の最大の問題というのは全額弁償することができるかどうかだっていうことで、まあ、弁護士さんが話をしてくれてる わけなんですよ、えー、全額弁償することができるかどうか今回だったら約2億から3億らしいんですけどマジで2億とか3億で、ね、弁償することができたら執行猶予がつく可能性が出るぞっていう風に言われてるんですよね全額弁償すれば一応執行猶予の目が出てくるしということでまあ、まず詐欺罪がね重いんですよ懲役10年以下なんでまあ、かなり幅あるものの重い刑になるわけなんですよね 執行猶予 利用がつく可能性もあるわけけなんですけどただ、全額弁償しないとその目もないらしいんですよね。え、2億から3億返せるのって話になってるわけなんですよ。で、量刑もだいぶ下がってくるから、そこが本家の一番のポイントですということで、今回の2億から3億を返せるかどうかなんですけど、現在、口座がほぼ残高なしという状況なんですよね。まあ、それもそのはずで、ホストに貢いでるわけなんですよ。まあ、それはみ光も動画でお話し したんですけどまあ続けてこういう画像も上がっててこれが例えば数千万円とか1億とかの被害金額になってくるとほぼ全額弁償しないと実験になる可能性が高いということらしいんですよねだから億単位はちゃんと全額弁償しないと執行猶予もつかないらしいんですよへーってまあちょっと勉強になったんですけどまあ、まずそんな詐欺とか元密する予定もないわけなんですけどねまあ多分見てるほとんどの人が詐欺なんてしないとは思うんですけど まあ、とにかく返さないと実刑食らうぞっていうような話なんですよね。そしてこれが、まあ、実際に詐欺事件で言い渡された刑罰の内容になるわけなんですけど実刑の人がね一発実刑1385人いるわけなんですよ。まあ、今回執行猶予つかないっていう話になってもやっぱ億単ただからね。 まあこの中でも、やっぱ重めの方に入るんじゃないのかなとは思うんですけどね。まあ具体的に何億だから何年っていうものはね、ちょっとネットで調べても出てこなかったんで、まあ相場通り、ここら辺なんじゃないのかなとは思うんですけどね。まあ5年とかの懲役になって、はい、執行猶予なしって言ったら、すごい重いっすよね。しかもその刑務所出ても、詐欺の賠償しないといけないとかっていう話になったら、またお金も払っていかないといけないわけだからさ、まあかなりもう人生積んじゃった。 るですよねただ唯一生き残る方法があるぞっていうのがホスト貢いでたホストが全額弁償したら執行猶予になる可能性もあるんじゃねえのかーっていうことがね言われてるわけなんですよねおおまだ可能性はあるのかって感じはするんですけどだからこんなことが言われてるんですよ金を流した先のホストが全額被害弁償できればりーちゃんもう執行猶予の可能性があるぞってここで見捨てなかった したらえ本物の愛やぞっていうことでただのホストとお客さんの関係じゃなくてマジで愛があったのかっていうのが試されるというようなそんな状況になってるわけなんですよね一体どっちなんだホストは助けるのかっていう風に言われてるんですよまあ、ただホストも逮捕されるまで何も言ってなかったわけだからおそらくこれは見つかせたまんまで弁償なんてしないとは思いますけどねというか何かに使ってんじゃないのかなとも思いますしねということでネットの意見も見ていこうと思うんです けどえー、20でホストにのめり込み25で詐欺で逮捕被害額は億単位執行猶予ついたとしてもこの後の人生どう生きていくのやろうかってつまらんことしたらってマニュアル買う人も容虚おるらしいが詐欺やったら捕まるんやでまっとうに働けようっていやほんとそうだよねもう完全に人生積んじゃうんですよねこれとか他には、えー、不法行為による賠償なので面積不可で自己破産 できず一生かけて支払うことになるぞっていうことでね、まあ、今後、民事とかもね、起きるでしょうし、賠償しないといけないお金はいっぱい残るぞって、で、刑務作業の作業補修金の権利までは差し押さえられないけど、支払われた後は財産になるので差し押さえ対象だって、これが詐欺犯罪の末路だぞって、もう完全に終わりだろっていう風なことがね、言われてます。とか、他にも、ホストもキャバ嬢あたりに貢いでて,て、残高ゼロだったら笑う。 るって逆にホストはキャバ嬢に貢いでるってねでもまあなんだかんだで、ね、逃げ切るんだろうなホストっていうことがね言われてますまあ弁償はしねえだろうってとか他にはホストに貢いでたとしたら店の売り上げになってるわけでてまあ確かにそうでね ただそののお金ってってて店売り上げになるよ、ね、で、ホスト個人に渡る金は多くてもせいぜい売り上げの3割そこから税金が引かれるからほぼ無理やなって、まあ、全額弁償っていうのは無理なんじゃないのかっていうふうにね言われてるんですよねもう物理的に無理だってでリリちゃんの話題で実はベトナム籍の男と結婚してるのが一番驚いたっていやそうだよね結婚しててさ ホストに狂ってそして、えー、詐欺とかもしてしまうってもかなりやばいよね。えどういう状況ってなっちゃうんですけど。 他には、おじはパパ活女子に金を使う。パパ活女子はホストに使う。ホストは何に金使うんだって。まあ、さっきも言われてた通り、キャバショーとかに使ってたらマジでやばいよね。一体何にこの億単位のお金使ってんだっていう風にね、言われてたりします。とか他には、いや、愛あったら金引っ張らせないやろなのだ。なのでこのままジエンドなのだって。まあ、そうだよね。ホストしててさ、億単位貢いでもらうってさ、 愛じゃないよね、それって。普通に考えたら。まあ、金引っ張らせないやろうっていうことで、まあ、イコールえ、弁償なんてしてくれないだろうっていう、自演度なのだっていうふらなね、意見ですね。とか、他には、詐欺の食物連鎖かよって。 いや本当そうだよね。まあ連鎖してるよね、まあ。こちらもいいね、させていただきますね。ということで、今回は、いただき女子、リリちゃんの初公判だったらしいんですけど、まあ、起訴認めるも態度がやばすぎて、もう執行猶予もつかなそうだっていうような、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。